吉田さん、私ね恥ずかしながらね社員を雇ってる時って社員による窃盗盗難現金の着服こういうのがね後を絶たなかったんですよ。まあ店舗をやってるとレジ金が合わないっていことがあるんですよね。レジ金が合わないと従業員に責任取らしてお前埋めとけよっていうわけにもいかないんで、まあ、会社があの遺産処理して、まあ、お金をねプラスアルファで入れてまたレジをゼロにするんですよね。 まあ犯人追及とかしたくないんで帳票を1時間ごとにチェックするようにとかするんですけどもなんか結局合わないんですよだからこれは誰かが取ってるんだろうなと私は思ってるんですよねもしくはお釣りの間違いとかどっちにしても会社の資産を働いてる人が減らしてるっていう意味では経営者からしたら取られてるっていう感じなんですよで実際に1万円とか2万円の利益を生むのにやっぱりね5万とか10万とか売り上げ作んないといけない時に1万とか盗まれちゃうと 本当今日何の商売だったんだろうかってことになっちゃうんですよねそれから現金ならまだしも時間を盗まれたりしますねちょっとタバコ吸いに行ってくるみたいなのも全く会社としては望んでない時間の潰し方ですよね暇さえあれば営業でも掃除でも集客でも従業員募集でもやってもらいたいわけですよもしくは料理のスキルアップとか何らかのスキルアップですよね これに営業時間を使ってほしいのに、全く生産性のない、なんか雑談とかタバコ吸いくとかね、あと従業員同士のさかいとか、ほんとふざけんなよと思いますよね。それから備品も盗まれます。どういう盗まれ方するかっていうと、例えば、会社で支給したボールペン、いつの間にか公私混同で家でも使ってたりしますよね。それならまだ目をつぶっても、それをもう完全に自分のものにしちゃうとかね、そういうこともあります。支給した制服とかも、 会社のものもなんですすよよレンタルしてるんですよでも粗末にしてアライマせずに壁生えさせたりとかでダメにしちゃうんですよねで不衛生だったらやっぱり経営者としてはうまあ代わりに洗濯してあげるとかって究極になってくるしもう追いつかなくなると新しいのを支給するよってことになるんですよねそうなると従業員はサボればサボるほどあの豊かになるんですよ有利になるんですよほんとふざけんなと思いますよねうん <laughs> まあそんなことがあってこの中にもあるんですけども従業員がいる時の あの助かったなーとかね温かさはあるんですよもちろんでもトータルで見るといいことは全くないんで経営者としては人を雇わないそういう時代になったことをものすごく喜んでますね、うん、だから雇うなら家族ぐらいかなと思いますね、うん、かなりぬまりましたからねいってらっしゃい